セレッソー大阪岡澤康生レッドブルブラガンチーノへ移籍へこの動画ではセレッソー大阪の岡澤康生選手の移籍のニュースについて振り返りますぜひ最後までご視聴よろしくお願いします J リーグの移籍のニュースについて動画を上げていますので差し支えなければチャンネル登録の方よろしくお願いしますセレッソー大阪のプロ1年目岡澤康生選手がかつてセルジオ越後氏も在籍していた ブラジル一部のレッドブルブラガンチーノへ期限付き移籍することが8月5日分かったと報じています岡澤選手は2003年10月22日生まれの現在18歳身長1 6 5センチ、体重6 0キロの選手です大阪府出身の岡澤選手はセレッソ大阪のアカデミー出身でセレッソ大阪 U18 に所属していた2020年7月10日2種登録選手としてトップチームに登録されました 2020年シーズンは J3 リーグで30試合に出場しました2021年8月27日2022年シーズンからのトップチーム昇格が発表されました2022年3月26日ルバンカップ第3節の大分トリニいタ戦でトップチームデビューを飾るとこの試合で大久保嘉人氏の記録を抜いてクラブ史上4位の年少記録となるプロ初ゴールも決めました 運動量豊富なボランチでブラガンチーノの関係者によると将来性を高く評価してのオファーとのことです岡澤選手が期限付き移籍するブラガンチーノは2019年に飲料メーカーベッドブルが経営していたクラブと合併し2020年から一部に昇格しており今年7月からはセレッソー大阪のメインスポンサーのヤンマーも出資しています岡澤選手がブラジルで成長できることを期待しています以上 リッパーのサッカーチャンネルでした。